よーい、ドン。ダッシュで行こうぜ。どうも、竹田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。やっちゃいます。本当にやっちゃうんだ。やっちゃいます。本物のサーキット場貸し切って竹田と車戦わせてみたートーンがうざいな。いやこれ結構楽しみというか、周辺は 50m 走だいたい5秒8ぐらいで走ると思うんですけど、車今日アルファード持ってきてる。ちょっと一瞬だけ前回ミニ四駆と周平が戦ってバチバチにやらせてもらいました。はい、その時また何だったら勝てるかなと思って思いついたのが車でした。使うのは回るほどこうどんどん最後にヘンミ君とか出すんですよ。もう完全にいいヘンミ君です。簡単にしないとカットされちゃうよ。カットされるから車がどんぐらい出せるかも分かってるし。そうですね。ってことだよね。はい、まあ、車だったら勝てるかなと思ったんですけども、ぶっちゃけ車の 50m 走ってどんぐらいでいくか分かんなくない。確かに分かんないね。ワンちゃんその初速で周平が逃げ切っちゃう可能性もあるあるねみたいなので、ちょっと面白いかなと思ったんで。100は絶対勝てないもんね。そりゃ車100はね、加速で抜かれるとちょっと分かんないところで。はい、やりましょうか。今日ドライバーよしさん、ガチで倒してます。あくまでやっぱり、はい、挑戦企画のワイルドスピードの映画が始まってるのを続けていきましょう。ダッシュで行こうぜ。さすがに負けないっしょ。アクセル全開で行くぜ。位置について。よーい、ドン。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。